人間は自然のうちで最も弱い一本の 足に過ぎない。しかしそれは考える足である。いわゆる人間は考える足であるという言葉がまず頭に浮かぶ。人間は足のように孤独で弱い存在ではあるが、考えることができる。イコール思考する存在として、存在としての偉大さや尊厳があるだけ、足よりも尊いとして考えることの重要性を表している。西洋の哲学は非常に頑固で、ひたすら考えるということに固執しているように思われる。かたや日本の哲学的な思いから見ると、賀茂長明の北条記の最初の一文が浮かぶ。すなわち、行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、よどみに浮かぶ歌方は、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまるためしなし。賀茂長明は、京都の下鴨神社のネギの次男だったが、神社にとどまることができず、日野山の庵で晩年を過ごした。その庵の大きさに由来して、署名を北条記としたとされる。この北条記には、安元から元暦年間、12世紀に起きた大火をはじめ、天災、地変の5つが克明に記されており、仏教的な無常観を持って人生の無常を書いていると言える。茶道の総合文化性が哲学を生んだ。ですね、一応千元治さんが書かれた時とかはもうやっぱ意識して茶道って言ってもらった方がいいかもしれないですね。茶道の総合文化性が哲学を生んだ。では哲学とは何なのであろうか。それは人間が生きていく上での真となる考えや思考だと思われる。特に人生哲学などという方もおられるくらいで、一つの指針として心に持っている考えだろう。そして家にもそれぞれのものがあり、昔は家訓として受け継がれていったもの、受け継がれていったのもある意味で意識的哲学ではなかろうか。いつの世も親は良い子に育ってほしいと考え、理想を持って子供を育てておろう。しかし子らも成長するに従い、自我を持ち自己主張をするようになる。自身の哲学を持つようになるのではあるが、そのようになった時、それを受け止められるだけの大きな心を親は持たなくてはならない。この頃は幼子が言いつけを聞かないと言って食事を与えず、殺伐なことをしてしまうようなことが起きている。このようなことを起こしてしまう親たちは、自身が成長しきれず、自らの人生意識など持たず、その場その場で流されて生きているのであろう。私は戦後、茶道をもって和な心を世界へ広めるためにいろいろな国へ赴いたが、周りの人からは日本人でさえ難しい茶道が外国の人に分かるはずがないと言われた。千利休居士が言われたように、茶の湯とはただ湯を沸かし茶を立てて飲むばかりになることと知るべしなのである。難しく考える必要はない。おいしいお茶を相手に立て、また自分でもいただけばよいのだ。外国の方は至ってシンプルに進め合う心を受け入れ、おいしいお茶をいただく。日本人は形だけの茶道を見てかえって身構えしてしまい、心を開けないものであろうか。茶道の歴史をたどれば、鎌倉時代に栄西禅師がさっき養生記、喫茶養生記なる茶の効用を記したものを書かれている。禅の修行では疲れを癒すために仏様にお供えしたお饅頭などを頂戴し、総座礼として一服茶をいただいた。中国や朝鮮半島ではただ飲むだけであった茶を茶道という思想を持った道にしたのである。剣道、柔道など
道がつくものはそれぞれに進むべき心の持ちようが示される。それが哲学と結びつけられる。茶道は一種独特の総合文化性を持ち、その中で哲学的な思想を生み出した。この哲学性が外国人には何かスッと入っていき、さらにその奥を極めようとしてお稽古を続けられる方が多くなってきている。茶の効用もさることながら、一服の茶を喫する時の心の安らぎをぜひ汲み取っていただき、共に茶の持つ人生哲学を感じ取ってほしいと私は願っている、うん、ということでですね、要は、日本で生まれたものだけれども外国の人の方が分かるものってまあ結構あったり、逆に言えばそこの地では生まれたんだけれども他の国の方が大きく育むっていう例で、インドで生まれた仏教が今はインドではこう、まあ、だんだん減ってて、ね、他の国の方が仏教が多かったりするのも一緒なので、まあ千元さんはもうほらお茶のとこのお家元でね、ソワレショの社権もぜひ日本の独自の文化をみんなあまりにもそこにありすぎて当たり前のようにあるけんね、みんな感じんし、その右とか左とかこうでこうこうってこうお作法のこととかお行儀のこととかもあんまり言うけん、もうあんまり堅苦しいとね、いうふうに思うかもしれんけど、そうじゃないんだよってね、ぜひ知ってほしい。だけ逆に言えば日本を知ってほしいね、その活動をぜひね皆さんしてくださいっていう時、私たちとかはほら今度教える側の人間になってきたらまあだんだんそんなふうになっていくっちゃけど、でこれ西洋はこうだ東洋がこうだっていう書き方しましたけど、いやいいと、西洋のいいところと自己、私たちの国のいいところ、いいところを自分の中に入れてしまったればいいことやけんね。原始さんはねちょっとこんな風に結構白黒はっきりつける言い方を信じちゃうけん、きつい言い方の時があるっちゃけどね、いいところを受け入れたらいいです。それで今ここに出てきたさ、よしあしの足ね、よしとも言うし足とも言ったらよしずね、足だけ、足っていう言葉ものは一遍検索してよくどんなものなのかを知っとってください。使われてたりします。で今は安いもので結局置いてあるけん、なんかそれが下がっとったら安く見えるかもしれんけど、いや日本の調度品で、もう今うちもなんちゃってになってしまいましたけど、玄関に今からほらちょっと季節が変わったらもう早めにしてくれとったけど、ね、玄関マットがほらあんな風なちょっと涼しげなものになるよね、なんか吉津とか、まあ、足とか、よく使われます。で日本世界最古の紙パピルス、あれも足から作られてますから、考えてないもどころか記録をしたというものでは素晴らしいものですよね。なのでその足っていうのはどういう植物なのかはぜひ一遍ちょっと調べてみてください。それとここにほら鴨の町名の豊穣記でできたよね。で鴨の町名の豊穣記といえばこの行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、よどみに浮かぶ歌方は、歌方ってな、歌方、島さん検索して歌方、こういうのねちょっと知っとくのはね、これも心の起こしそうなんですよ。歌方って何、睡眠に浮かぶのは、っていうことね。でその淀みに浮かぶ歌方は、かつ消えかつ結びて久しくとどまることためるためしなし、なので固着してないとね、というので幸運流水っていうのがあります。行く雲、流れていく川のように固着しない。でも自分がこうなっていこうとか言ってことで、自分が目標を立ててコツコツやっていくとかいうことはそれも大事よ。だけどそのしがみつかない、執着しない、っていうのが大事。執着しないね、執着しない。売り上げを作るための営業を間違い。結果は後からついてくると。だから親切にやる、自分が正しいと思ったことを正しくやる、ね、でそのことが結果を結びつく、っていうところが大事やけん、数字とかなんかを追っかけるのはまだまだ陳腐な話であって、だけど遊びわけじゃないけんね、もちろん結果っていうのはついてこないかんちゃけど、結果をただその先早く取るためにどうのこうのするとかいうことはない。早道とかないと、もうコツコツやっていくしかない。なので健康な体と心をもっとまず備えとかんとできんもんね、っていうのでいつもそんなことを口酸っぱく言ってます、なので
あの今日も今回もちょっとちらっと見えたけど、ほらバイデン大統領が日本に今回来た時にね、あの流麗でお茶を出しましたよ、ね、なのでいざっていう時にちょっとこうね、あのできるようになっとくとちょっと格好がつきますのでね、あのお茶をぜひあの皆さん触れてほしいなと思います。あのその 哲学本当あるんでしょう、本当なかなかね、ちょっとね本当まだあのほら私がさコレクターのように集めとるやない、掛け軸をお軸をね、はい、ね、あれあのなんであんな集めとおうかって、あれじゃない、第一のお道具なんですよ、哲学だからね。あのでそこで、あどんあので文字が読めたらどんな意味なんだろうっつってね、うん、今みたいに調べた、でもっともっと もっとあのあれがあるってね、あれね、緑水あのみ緑のこう今こう緑がこうね青々としてて、でその 青さがさ水面にまで映っても空も青いし緑がいっぱいあってね、今この美しいこの季節ね、でこれがそれだけの文字じゃなくて、これ我が家っていうあののに続くね言葉があるっていうけどね、だけそこにほら虫がおったり、まあ、カラスがこうつついてどうのこうのとかあるけど、もうだけど全部受け入れるね、あのに人間が真ん中におるわけじゃないみたいなね、あのそういう言葉があったりします。で、挑戦と創造で、ここはですねもうちょっとあの飛ばします、ここはもう飛ばします、はい、あで、あでもねここすごく大事だなと思いました、うさぎここね、9ページの上の方からの後半がね、うさぎと亀の童話があるだろう、うさぎはどうして野良場の亀に勝ったか負けたのか言ってごらん、うさぎにはいつも勝てるという油断があった、人生油断してはいけないという戒めですと答えると、社長はそれは0点の答えだと語気を強めていった。亀にとって相手はウサギでもライオンでもよかったはずだ。なぜなら亀は一度も相手を見ていない。亀は旗が立っているその頂上、つまり人生の目標だけを見つめて歩き続けた。一方のウサギは亀のことばかりを気にして大切な人生の目標を一度も考えることもなくしなかった。君の人生目標は、ね、何々君だけではないはずだ。賢い亀になって歩き続けなさい。で、ここ大事やなと思うと。そこの目の前におるライバルじゃないっちゃん。自分の人生目標を立ててコツ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 やる。だけど関係ないっちゃん、周りは。うん。周りは関係ない。自分の好き勝手していいって意味ではなくて。うん。あの戦ほら勝つ身、弱い自分と戦うのが一番強いんだよって言うけど、ここものすごい大事だなと思いました、うん、なので今回私があーっと思ったのは、ほらウサギとカメさんはあのカメさんが勝つやろってよく言っちゃうけど、いやそうじゃないな、この教え方いかんなって思ったけどね、カメさんは意識してないじゃんウサギを、うん、っていうことやね、これ結構大事な教えと思わ、うんうん、なので、うん、こういうことがねちょっとちゃんとこう先輩として言えるような、先輩ぶらんけど、まあ、あの、あと自分もね、あの、人と自分を比べよううちはまだまだね、話にならないっていうのでね、あの、僕は、あーって思いました。うさぎと亀の偶話はこんなことで、あの、引用してくるものではないんだな、と。なので、あの、人生の賢者から学びましたね。あの、亀にとって相手はうさぎでもライオンでもよかったはずだって。うん、なぜなら亀は一度も相手を見ていない。亀はね、目標に向かってただひたすら自分のペースで一歩一歩止まらんでね、一歩一歩歩いていったと。それでこの次のページのこの展望なんちゃうけど、この東京会場のね、今会長ですよ、東京会場にお世話になってないところは少なくないよね、もう多いよね、はい、絶対東京会場、はい、ね、避けて通れない会社よね、はいはい、でこの東京会場の今トップの方です、これね、17ページ。新しい時代を築くため、開拓、あの、開くために、チャレンジするべきこと。ね。お話を伺っているので、ただね、あの、なんていうかな。ここのとこ。事業を継承していく上では、うまくいかないことは必ず出てきます。経営理念さえしっかり守っていたら、そう大きな間違いはないというのが私の信念ですが、ただ私はそこに留まっているわけでもいけないと考えるんです。どういうことでしょうか。先ほど申し上げましたが、私が入社した時、
ここにいれば良い先輩に恵まれて、いい仕事ができて、自分を高められるという思いを抱きました。それが確かに我が社の素晴らしい伝統です。しかしその伝統は、創業期に渋沢栄一さんたちが作ったプラットフォームの上に成り立っているんですね。それがこれからの人たちはこのプラットフォームの上で偉くなろうとか上に行こうとか、自分自身の既存のプラットフォームを変革したり、新たなプラットフォームを作ったりする力が求められているんです。幸いにして私たちはということで、人が作ったレールにただ乗っかっとう人生では、そう、あれよ、これからはじゃなくていつでもそうやったわけよ、っていうのでね、マジキラ会っていうのを使用者とらしい、いいデザイン本舗の会社の人たちとね、会長はお話をしてらっしゃる。なのでね、こうやって直接話すってことがすごく大事なこと、で、こういう熱意ある人たちにね、で先輩の話をこうやって聞こうとしようとしたらいいけど、今度は先輩の言うことをただ真面目に聞きようだけでもダメなんよ。こっからこっから自分で考えないわけ、これで点数取って、これでなんかいい点取って大学の卒業までできるっちゃ、これだけではダメなんよね。ここで言いにしゃったことを疑問に感じたり、あ、自分だったらこうだな、ああだな、で今の時勢だったらこうだな、自分の頭で考える力っていうのをね、そしてチャレンジする、失敗にしかただ闇雲に失敗すればいいってもんじゃないけど、チャレンジする気持ち。なので私はチャレンジし続けてるつもりですなんかね、まあ、成功してるとは思えんけど、でも大失敗もしてないけどよくないかもしれんけど、これからだとこうやって、ジョカナンを広げていって、ね、ジョカナン自体が利益がそんな取れおらんめえもんってよく皆さんから言われています。はい、そうかもしれません。そんな濡れてに泡みたいな仕事ありませんからね、ねえってあれやかもしれんけど、でもね、ここでわかります。ですね、もうちょっとそろそろあれなんですけど、これを見てもらったらわかります。ここに除火難仕入れがあります。除火難売上があります。ちょっと数字見てみて。除火難仕入れで除火難売上。あ、石田島さんかも見とけ。どげん。はい。それが仕入れね。で売上が。そうですね。そう、はい、ほらちゃんと利益取ると。はいはい。なので大丈夫でしょう。はい、でしかもだってただで配りようもん入れてよ、全部これ。だってこう仕入れだとそれ入ってる仕入れ。そうですよね。そうですよね。それでこれよ。全然大丈夫やん。はいはい、ね、100円でやれるやん。はい、ということで、ただし乾燥剤とか入ってないじゃん、これ。原材料も完全に材料だけ。でも、ただで配ったもんとかなんかは換算されてないでよ。本当に純粋に売った金額とこれよ。やれるやん、でもそれで。ね、私やれると踏みました、これで。大型なので。そうですね。だけ消耗品とかなんかは入ってません。だけど、こんなのとか、とか入ってます、はいはい、だけど、タダで配ってる分とかなんとか考えたら、いけるよって思ってます。はいはい、なので、こんなので見てます。なので、ちゃんとこういうふうに分けてると、ものすごくわかりやすい。はいはい、ね、わかりやすいだろ、はいはい、だからこれで、要するにわかりやすくなっています。なので、うちは仕入れと売り上げをきれいに初めから分けるんですよ、こうやって。要するに、普通の人はね、税金が違うやん。普通のものは 10%、 ああいう飲食の方は 8%、 あと非課税のものでしか分けん、わけじゃなくって、ああいうふうに物によって変えとったら分かるやない、なのでああいうふうに分けてます。ああいうこういう科目を作ったのは私です、これ。自分が後から見やすいように、分かりやすいよね。毎日お金合わせてこれほらその時にこう分け取ってもらったらいいやね、なので、分からんときはそこの科目を開けとって、ちょっと私が見て、それで、あ、これやなって。で、どれでも私も分からんときは、ここなんですかって言って、この業務的に本当に分からんやつはちょっとしとったけど、今みたいにしとったら分かりやすいなとか。なので、簿記検定3級持っとくよりもね、とか、ファイナンシャルプランナー3級持っとくよりも、この頭を持っとかないかんわけよ。後から見たときには、見やすい資料を作っとかないかんってこと。ってことだよね。でも実際それをね、携わっとったらそうしたくなるよ。ってことですね。分かりやすいもんね。あとほら他の人にこうやけんとか言ってこう、例えばプレゼンする時でもこうなっとけんとか言って、第三者に見せる時だってさ、見やすいよね。この、だって、すみません、ちょっとまだ書類を整えたいって分かりませんなるよね。これやったら、ちょっと見てみない、数字うちに書いて見てみないとみたいな、なこと言わんでもうこれでできるっていうことだね。っていうので、財務をきれいに整えとかないかんっていうのは、すぐパッと動けるように、一個ずつ進むにしたって、止まらないかんと。
亀さんが止まらないからでも大概時間かかってしまうよ、うん、ね、自分たちは亀なんやけ、うん、なので日頃ちゃんと一歩ずつ歩いていくときにこういうことをしておくとかね、うん、っていうので今日はあの私はちょっとこんな感じでこの辺が、うん、ああと思ってちょっと特にこの亀さんの話は、うん、そうと思いましたね、はい、ということで、石井さん、足山さんちょっといかがでしょうか、はい、私は104ページ、104ページ、はい、最初のところから、はい、まずさ、色即是空ってどういう意味なの？目に見えるものは、うん、実際目に見えるものは、うん、本当は、うん、無で、無っていうか、うんうん、形のないもの、うん、無であるっていう、うんうんうん、万物は形を持っているが、その形は仮の姿で、本質はないと。だからその 目に見えてるものにとらわれるな、みたいな意味かもしれないね。うん。じゃあね、嫌いな人はいない。嫌いだと思う自分がいるだけだ。ですね。そうです。はい。これいい話でしたね。私も、あの、これはいい話だなと思って見てました。こういう心を持って自分が挑めば無敵やね。弱い自分との戦いですよ、結局はね。そう、そういうこと。だけど、弱い人が目の前におるやない。そういう人たちを癒してあげないかんちゃう。今度は。うん。自分もわからんけどね。だってほら、相手の心を、相手の心の中の霧をこう少し、その雲をちょっとこう取ってあげる。あのね、顔がとにかくね、みんなあっと思った時はね、あ、顔が明るくなって帰ってきちゃうもんね。うん、そう、うん、ちょっといらんお世話をするっちゃ、私ちょっとしたお話の時に調子合わせる、あ、そうですね、はいって感じで話は全然しらんもん私ね。だけその時にちょっとお客さんにあの直接話す人にちょっと頭に風が吹いたらいいなと思ってね、押し着せではなくこんな話がもうちょっと噛み砕いて伝えれるようになるといいよね。そのまま持ってくるんじゃなくて、そのままオーガニックの人参持ってくるんじゃなくてね。でね、今田君、貝原越見さんがあのなんていうかな、まだ薬とかなんとかとかじゃなくってね、あの食事とあのあれは健康とイコールだっていうのを言った人なんやけど、あの福岡藩の人よ、あの黒田藩の藩士やった人。この貝原越見さんっていうのはね、難しい話をなるべく噛み砕いてその分かるように伝えるっていうのがすごく大事だっていうことを伝えた人なんよ、うん、そう、ここが頭の見せ所、知恵の見せ所なんですよ。だからそこはちょっと笑いに変え切ったりなんてするのがトンチを聞かせてるのが一休さんだったり良寛さんだったりね、ここの仙台和尚だったりするわけよ。っていうのであの笑いに変えれる人たちって私はもうあの崇高あのアリストっちゃうけどね、素晴らしいなと思っちゃうとね。というのであの難しい話をなるべく柔らかく、そうか、そのちょうどその時の悩みにちょうどこう合いそうな話をちょっと持っていってあげるだけに勉強しとかないかんちゃん、うん、あの自分だけじゃなくてあの人に自らを透明とせよっていうのがねちょっとねすごくあの大事だなと思ったけどね。あの私最終的にね、あの自らを透明とせよってものすごく大事しとっちゃうけど、透明ってさ、要するにこうやってこうろうそくに火がついとる状態ね。だからあ、明るくみんながね、あのねしょんとしとる時でも、なんかしおれとる時でも、まずはちょっと元気出していこうってね、もうファイトファイトってこう、なんか明るい言葉とかみんなをこう勇気づけたりとかなんかすることが自らを透明とせよと思っとったわけよ。ーっと見たらさ、ろうそくに炎がついとるってことはさ、だんだんこうほら自分は小さくなってて消えていくじゃんね。だけどそのことが喜びに変えれたら、こんなに幸せな人生はないんだなと思ったわけよ。だから私のイメージはこれなんよね、これなんで。でも次に光が灯っとかない関係、この火をついでまたこうろうそくを立てれる人、これが自分じゃできるわけよ。つまり自分の骨は自分で拾えないみたいな、ここが難しいなと思ったわけ、こう悩み、うん、だから私の悩みは実はそれないけど、でももう自分でできんことはもうしょうがないっちゃん。でもそこができるぐらいできるようなあのことがね、ちょっとね
できないかなと思ったんですけどね。っていうので私は自らを透明落とせよっていうのが、お釈迦様の言葉がすごく好きなんだけどね。いやこれは本当で色即是空ってよく言うもんね、うん、あのお経の中に出てくるもんね、色即是空ってね、うん、大事ですね。あの人はじゃなくて自分はっていうのは ね、あの 説明自体はちょっとチンプなことが書いてあるよ、悪いけど、でもしょうがないよね、もうそうこうじゃないと受け入れられんあの世の中なんだから、そうじゃなくてね、あのもうちょっと、もうちょっとこう心が、ね、風が吹くような書き方をしてくれるとちょっといいなと思います。縮読自体は好きっちゃけど、あのちょっと上司がどうとかなんとかとかね、うん、こんな書き方したら誰かに刺さるかなと思ってました自体がちょっとだと思いました。ここ正直あの書いてることは言っちゃうけど、例がね、例がね、内容がね、うん、それならまたこっちの方がね気持ちわかるよね。あの一生懸命やっとってさ、あのね腐っとう人にね、いやそうじゃないよって、何相手、あのかあのウサギが亀を、あのウサギさんを何意識してんだみたいな、そうじゃないだろうってね、これ違ってくるよね、こんな時にこんな話聞かせてもらったらね、うん、と思います。ごめん柴さんが選んどってここじゃないよっていう意味じゃないけ、ごめんね、違うすぎるけただここがこういうことが言える先輩ってすごいなと思うね。そんな先輩のなんかのちょっとなんかね、あの真似でもしてみたら、まあ、でかよ、そういう場面の時にさ、あのこんな話があるよみたいな、でここ読んでみてくださいみたいなね、なんかね、うん、いうとこですよね。いやちょっと石井さんの後のところ、私の28ページ、はい、まあ、どこってことじゃないんですけど、うん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 、私の友達のところがこの病気で亡くなったんですよね。あの私よく見てきたので全然動かないんですけど、でこの左のページ29ページの上から2段目に、はい、呼吸機能が衰えた時、うん、人工呼吸器の装着を選択しない患者が、うん、日本では約7割、世界では約9割を占めているっていうのにちょっと驚いて、私の知り合いもこれは希望しなかったのでつけなかったんですよね、うんうん、でこの人はそれをつけて多くの活動をしている、うん、なんかここ読んでたらなんかもうただ単純にすごいなと思って、そうね、自分が、うん、自分がそうやってね、そうなんです、うんうん、全部目しか動かなかったんですよ、うんうん、もう目が動くだけだった、まあいずれ動かなくなったんですけど、それが分かっていて、こう人工呼吸器を自分が選択を迫られた時に、ああってなんか考えるかなと思って、ね、いや正直なんかこんな時に安楽死があったらいいよねとか思ったりするね、もうなんかね、うん、そう自分やったらね、朝早く、そうなんですよね、うんうんうん、でもなんかこの方はこの病気になって、うん、結婚されてるんですよね、奥さんが受け入れてくださって、うん、まあ、その家族を守るために必死に生きてはいるんですけど、うんうんうん、だからなんか今は多分この方たちの活動を見てこれになっても生きれるって思う人が増えてきている、うんうんうん、だけんここに出てました、ね、だ時々ここにこういう人出てくるよね、もうすごい人たちがね、だって会社の社長やったりする人もいるもんね、うん、そうなんですよ、この人も会社立ち上げていくつもなんかそういう人に、うん、あの何か返せるようなことをなんかずっと続けてしてあるみたいです。だけどそれこそ色即是空でさ、見えてるものは本質ではないと、うん、魂が本質なんだみたいなね、うんうん、けどこれはもう本当この立場になった人しかわからんね、うんうん、想像がつかんね、うん、うんうん、この人広告マンとかやんか、だけどそのやっぱこう伝えていくっていうのがもともとの素養があるよね、うん、ある意味ね、うん、アウトプットがもともと素養があるもんね、うん、そうだけどこんななっとっちゃけん、逆にもこれを伝えていきたい、あと、まあ、まあ、家庭もあるし、うん、いやでもそれでもね、急に自殺にしたお父さんだと思ったりするけどね、いやなので肩こりいかんとよ、肩こりいかんけんね、とにかく、うん、肩が凝るのはね、やっぱそういう気持ちになりやすくなるけんね、ということで、あのこれですね、あの父ってね、本当にあのいろんな、毎回同じこと言ってますけど、あのとっても人生で出会いそうにないような、あのいい先輩たちにいっぱい出会いますので、うん、あの皆さんここからあの癒されたり学んだりこういろいろしてください。私もし続けますので、はい、あの私もこれいい本に出会ったなと思ってます、うん、はい、なので、うん、もしそういうことちょっとでも感じ取ってもらえれば、はい、あの私も幸せです、はい、はい。
あのなんかな、足よりも人間が優れてるって書いてあったけど、いやいや足の方が優れてますから、これちょっとごめんなさい、でも今回はあらって感じでしたから、ちょっとここはちょっと私違和感を感じております。いや人が書いたものを批判しようだ、自分がちゃんとみんなを癒すような、元気出すような、ちょっと笑わせるような言葉、自分がアウトプットできるように努力したいと思っています。人の批判するのは簡単なことですから、だけど人のいいなと思ったことを真似して、ここはちょっと文章ちょっと表現違うかなとかね、考えたりっていうので、アウトプットする癖はつけとった方がいいです。やっぱりなんだかんだ、そしてそれってやっぱり、失敗しながら覚えていきますから、島津君は今回ショーマンという言葉を使っててね、いろいろ今、はい、でショーマンだけじゃ分かりにくいやろって言ったわけ私、ショーマンってね、ちょうどこう収穫、春の何かしら、例えばそばとか麦とかね、こういうのの収穫期を迎えて、ちょっとお百姓さんがホッとした時のことをショーマンって言っちゃうけど、でもショーマンだけやったらちょっとね、ショーマンって言われてピンとこんもんね、っていうのでかっこ爆笑りしたらって言ったわけ、それで、ただほら、あ、そうか、麦ってね、今ぐらいにちょうど収穫期を迎えるけどさ、そう、特に なんかあなたとかはほら、そういう元々がそういうほら、ね、畑とかね、そういうのが近くにあるけどね、今麦の方がね、こう綺麗に金色に輝きようもんね、だからのピンとくると思うさ、だけど今みたいにさ、でもね、その環境じゃなかったとしても、今みたいな、例えば時計層みたいなのあんなサイトとか、なんかちょっとみんなこう、ね、自分のこう仕事のこととかなんかに真面目にこうなるのもいいけど、ちょっとそういうふうな移ろいゆく季節を感じ取ったり楽しんだり、じゃあお茶をするんだったら、あれにどういうふうにいけてあるのかな、といけるんだろうかなとかね、ちょっと目を配るようにしてください。ブランドの勉強、心眼の勉強、相場大事です、私たちの必須科目ですから。でもそれ以外にそういう、こう心の情緒を育むものとかにもね、気持ちが回れる、こう心の余裕をね、ぜひ育んでほしいなと思います。心が豊かになっていきますから、それがね、そういうふうに感じなさいよっていうのはちょっと違うっちゃうけど、それがまたある意味こう素養とか教養を積む一つのあやって、だけど、あれこの花なんやろうかって、じゃあさ、例えばさ、なんだろうと思って写真撮って、この花なんですかねっていうので、なんやろうかってから始まったりもするけどね、そうっていうので、あれは時計層ですね。私厚かましくさ、もうお茶を教えていいっていう段階になった時に、結婚した時にね、だから要するに夜は早めに帰れたけん、一人やったけん、もうご飯パッと作っとけばいいけど、その間にちょっと1週間に一遍だけ人に教えよう時期があったと、それで花が必要なわけよ。そうですよね。そう、はい、であの時、今斎藤の駅行ってるのも見たらちゃんと時計そうって書いてあるじゃん、じゃあ使えるんだなと思って、でそれ使ったことがあったのでよく覚えてます、だってここの通り道に斎藤だけ、そうだから、あと雪の下とかもこうなんかまるで枯れ戸みたいにこんなのあったやつ、今咲いてますけどね、あれ雪の下、雪の下って検索してみてしまった、雪の下、なんかでも雑草みたいな強いもんな、あれね。そうですよね。まるで雑草のように咲いてるよね。雑草のように咲いてます。どこにでもみたいな。どこにでも、そう、どこにでも咲いてる。そう、その壁に、だからなんかまるでね、花が散っとうみたいな感じ、これだけやったら、後の花びら、いつもこれ散っとうねと思ったんだし。なんでこうなんよ。ね。そう。これ雪の下。そう。これ今頃ちょうど咲いてます。そう。はい。これ茶花です。これも茶花に使います。茶花は結構もう、だから雑草よ。で今もうあれも強いちゃうのね、側溝の下から生えてきよう紫のあれ伊勢花火、あれも伊勢花火、もうすごいですよね、でもあれも茶花ですよ、伊勢花火、そうですよ、茶花って実は買ってくるもんじゃないと、そうですよね、そう、はい、でその路傍のやつをうまくこうほらそこにアレンジするわけだってね、伊勢、ただの雑草やったらそのまま誰にも見られんで終わるやん、こういけてあって初めてあらーってね、だからなんていうとほら可愛くこう、そこでアレンジしてあげるわけやけん、取り目が変わります、折り取ってじゃなくてさ、なんかこう生かしてあげるっていうのでね、雪の下ですね、はい、ということで今日はもうこんな感じで終わります、はい、お疲れ様です、いやいやもうなんかあれです、つたない講師っていうか、なんか何て言うか、道場主で春鉢道場はちょっともう皆さんが育まれることをもう祈っていますみたいな。さっきの写真のアプリ、Google で、あ、そう
いや、これカナさんに教えてもらいました。なんてなんて Google アプリ。Google のアプリ、はい、ただのがある。